電ポテンシャル面赤い部分は黄色の部分よりも静電エネルギーが高いことを示す。不電化は主に酸素原子状に分布している硝酸イオンの構造式。NO 結合は単結合と二重結合の中間の長さ、強さを持つ無機化学において硝酸塩は1個の窒素原子と3個の酸素原子からなる硝酸イオンの酸を持つ塩である。 食物、特に野菜から得られる、硝酸塩は消化器でア硝酸塩に変換され、魚に多い二級アミンと反応し、ラットなどの小動物実験では発がん性を持つ、ニトロソアミンを生成するという。しかし人間が、対象の臨床試験や医学論文などでは、発がんに関わるという有意なデータが出ておらず、国連食糧農業機関と、世界保健機関が合同で運営する。 添加物、汚染物質について科学的データに基づくリスク評価を行っている FAO、不合同食品添加物専門家会議は、硝酸塩の摂取と発癌リスクとの間に関連があるという証拠にはならないという見解を発表した。有機化学では、硝酸とアルコールが脱水縮合してできた脳酸基を持つ化合物は、硝酸塩とは呼ばず、 硝酸エステルと呼ぶ。英語では、硝酸塩も、硝酸エステルもナイトレートである。硝酸イオンは、化学式の酸によって表される分子イオンで、分子量は62.00である。硝酸の強薬塩基であり、1個の窒素原子と、それを取り巻く3個の等価な酸素原子が、平面三角形を構成している。N o 結合距離はほぼ二十五 p m である。 全体として一家の不電化を帯びており、各酸素原子はそれぞれマイナス2、3、窒素原子はプラス1の形式電化を持つ。共鳴構造の例として取り上げられるように、不電化は3個の酸素原子上に等しく分散している。ほとんどすべての硝酸塩は、標準状態において、水に溶ける。これは、ハロゲン化け物 MX の場合、電離によりそれぞれ、 単原子四 M、X を生じ、回転による自由度を失うのに伴いエントロピーが減少するため、比較的電離しにくく、非音の種類によっては、溶解度が小さいのに対し、硝酸塩無の酸では電離した時の自由度の減少が、小さく、電離しやすいためである。地面に近接する、炭水域及び三角鉱では、硝酸塩由濃度の上昇が起こることがあり、これは、 魚の死の原因となる。硝酸塩は、アンモニアや亜硝酸塩よりは、毒性が低いものの、濃度が 30ppm に達すると成長の阻害や、免疫系の阻害を起こすことがあり、水生生物に悪影響を及ぼす。大抵の場合、硝酸塩濃度の上昇は、主に農地あるいは過剰な硝酸塩肥料が残留する、地域からの表面流出によって起こる。 高濃度の硝酸塩は、藻類の増殖をも引き起こす。カリウムやリン酸塩、硝酸塩などの栄養素が増加すると不栄養化の原因となる。これは低酸素状態の原因ともなり、生態系においてある種の生物が他のものより圧倒的に増殖する現象の引き金となる。これらのことから、硝酸塩は、 全蒸発残留物を構成する成分の一つに含まれ水質を表す指標として広く用いられる。硝酸塩は水の浄化の際の複製物であり、動物や人の排泄物が分解された後に生成する。水質は水源によって影響を受ける。腐敗物は地上の水源や耐水層を経て水源の近辺へ流入する。 このため、雨水以外を主な水源とする湖などは、そのような過程による硝酸塩濃度の増加が起こることがある。鉱物学において、硝酸塩からなる鉱物を硝酸塩鉱物という、硝石、チリ硝石などがある。一般的に、日本では湿度が高いことから硝酸塩鉱物は存在しないと考えられていたが、一部では産出記録が存在する。 ありがとうございます。